4月29日に CS テレ朝チャンネルにて放送される羽生結弦さんの初の単独アイスショープロローグ舞台裏密着スペシャル、この PR 動画が配信されると、そこに映されていた素に近い羽生さんのありのままの言葉にファンの方々が次々と虜となっているようです。昨年11月に横浜、12月には八戸を会場に開催されたこのアイスショー、総合演出を羽生さん自らが務め、タイトルや演技構成も自ら考案し、改めてネクストステージに向かうための序章をテーマに、自分自身の好きなジャンルや表現を盛り込んだこの公演、競技会さながらの6分間練習から始まり、世界中の方々を感動の渦に巻き込んだ平昌オリンピックで披露したフリーの生命や、羽生さん自ら振り付けをした新作プログラム「いつか終わる夢」などを熱演し、大成功のもと幕を下ろしていました。この最初にして最高の公演を生放送してくれていた CS テレ朝チャンネルは、23日正午に横浜八戸公演の舞台裏を未公開マル秘映像でお届け、さらに生命をマルチカメラでいつもと違う視点で初公開、ゴールデンウィークたっぷりとお楽しみくださいとの告知を SNS に投稿。この投稿に世界中のファンの方々が喜びの声を上げていたのですが、ファンの方々が虜となっていたのは、添付されていた羽生さんの動画、雲ないところ見てるとさ、このまま宇宙が見えねえかなとか思うんだよねと青空を見上げながら語った羽生さん。そのあまりにも素に近い羽生さんのピュアな一言に、ファンの方々からは空に宇宙を見る、そんな美しい心を持つ羽生くんが大好き、真っ昼間に空見上げて宇宙の話していいのはイーロンと羽生さんだけなどといった声が続々と寄せられていました。リンク上では凛々しい表情が多い羽生さんですが、気心の知れた方々とは屈託のない笑顔で会話を弾ませ、そのギャップもファンの方々にはたまらないのですが、あまりカメラの前では見せない今回のような素に近い表情や言葉にキュンとしたファンの方々。この投稿は世界中のファンの方々から閲覧され、投稿から24時間がたった24日12時には添付された動画が8万回以上再生され、7000以上のいいねが寄せられるほど注目を集めており、羽生さんの素敵な一面が見られ、ファンの方々は喜んでいるようでした。この前には同じく PR 動画でジャケットを羽織りながらダンディ坂野さんのネタであるゲッツを連発し、カメラマンやスタッフの方々を笑顔にしてくれていた羽生さん。この映像からも今回の舞台裏密着スペシャルに期待が寄せられていました。なお、このプロローグ舞台裏密着スペシャルは4月29日19時から2時間も放送されることとなっており、ゴールデンウィークのスタートの夜にふさわしい放送を今か今かと多くのファンの方々が待っているようです。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。羽生くんに見つめてもらえる仙台の空さん、羨ましい。真っ昼間に空見上げて宇宙の話していいのはイーロンと羽生結弦さんだけ。羽生くんが見上げていたこの時の空を見上げていたかった。空は宇宙につながっているもんね。羽生くんはずっと男の子の心を持ち続けていて素敵だね。空を越えて宇宙に思いを馳せる羽生くん、
広い心とどこまでも進化を止めない羽生くんから目が離せないよ。宇宙も君もミステリアスでファンタスティック。見えねえかなっていう素に近い話し方にキュンキュンした。空に宇宙を見る、そんな美しい心を持つ羽生くんが大好きです。空を見上げての言葉に、28歳でまだ失ってない純粋さに圧倒されました。なんてピュアで素敵なお方。羽生くんは心が綺麗、そうじゃなきゃこの言葉は出ない。空を見上げてるあなたは天女なのか。羽生さんの姿をまだ見ていたいからお空に帰らないでいて。羽生くんの自然に対する感性ってすごく素敵だなぁと思う。早速私も空を見上げてみるなどしてしまった。燃える。それと同時になんだか儚さも感じる。羽生くんのピュアな感性って本当に素敵だと思う。羽生さんが今日も幸せでありますように。空を見上げながら羽生さんはそんな風に思ってるんですね。羽生さんの素直な気持ちが聞けて嬉しかった。ふるさとの美しい空があなたを癒してくれていますように。想像力豊かな羽生さんが思い描く宇宙を見てみたいです。ずっと応援しています。羽生さんってさ、いつもふとした時に大切なことを気づかせてくれる。本当にありがとう。